ミュージシャン、そして都市伝説テラーの百済陸です。前から結構ご要望がありまして、YouTube で都市伝説話してくれみたいなことを結構言われてまして、まあ都市伝説 YouTuber になってくれみたいなことも言われるんですけど、一応僕本職がミュージシャンと作曲家、音楽プロデューサーなので、それなりに結構忙しい毎日を送ってるんですよ。なのでなかなかその暇がなくてですね、やれてなかったんですけど、あとなんか都市伝説 YouTuber って今すげえいっぱいいて、あとなんか顔出ししてなんか編集するのとか大変そうじゃないですか結構、その時間がないのと、あと家での僕ってもう髪ボッサボサで、あんま人様に見せられる感じじゃないんですよね。もうひげも剃ってねえし、ただ12月の20日にですね、今年の年末の12月20日にいつもお世話になっている下北沢エラさんで都市伝説フェスというものをですねやることになりましたので、ちょっとそちらにもですねお客さんもたくさん呼ばなければいけないので、いろいろ宣伝活動をしなければいけないんですよ。なので仕事の合間にね、こうやって自分の部屋で声だけで都市伝説を語るんだったら、まあできるかなということで、まあ、その宣伝も兼ねてですね、ちょっとこういう YouTube で都市伝説の語る番組をですね発信していこうと思うんですけど、一応12月20日までは不定期にアップしようかなと思ってます。不定期ね、それ以降はどうなるか分かんないですけど、それまではちょっと頑張ってやろうと思ってます。はい。なのでちょっと毎回いろんな都市伝説ネタを話していこうと思うんですけど、今日はですね、異世界に行く方法、都市伝説って結構異世界ネタってもうガチでマストなネタなんですよね。まあ、キサライ駅って有名なネタがありますけど、その中で異世界に行く方法っていうのがいろいろありまして、そのいくつかをちょっと今日紹介していこうと思います。まず特に有名なのはエレベーターで行く方法で、10階以上のエレベーターを使って、4階、2階、6階、2階、10階、5階、1階、ごめんなさい、4階、2階、6階、2階、10階か、まず、これね、死にむに10って覚えろってうちの相棒のペイ君が言ってたんですけど、4階、2階、6階、2階、10階の順に押していって、その間に人に会っちゃうと失敗で、10階でうまくいくと、その後5階に降りると、でその時に女の人が乗ってきて1階押すと10階に行くみたいな、まあ、これちょっと、ね、複雑だから今度また別の動画でこれ話しましょう、派生する話もいろいろありますんで、まあ、有名ですけどねこれは。で他の方法としてはですね、もう一つ有名なのが秋田っていう方法がありますね。これはどういう方法かっていうと、もう簡単で、夜寝るときに自分の枕元に紙を置いとくんですね。でその紙っていうのがまず黒い文字でマジックかなんかで六芒星、ダビデの星を書いてください。でその六芒星の真ん中に赤い文字で秋田って書くんですよ。これ秋田県の秋田じゃなくて、何々やることが秋田、もう飽きちゃったっていう意味の秋田、青を漢字にして来たっていうのをひらがなにして秋田って赤い文字を書いておいて、そのまま就寝すると目覚めたら、異世界に行ってるっていう結構有名なネタがありますね。このやり方で異世界を行き来した人の話っていうのはネットに上がったりしてて、それも探してみるとちょっと面白いかもしれないです。でそれ以外の方法としてはですね、僕が聞いてこれあんまり有名じゃないんですけど、夕方の時間ですね、夕方の時間に総武線に乗って千葉方面の各駅停車に乗るといつの間にか異世界の駅に着いているっていう噂があります。これ木更津駅はこの話とはちょっと違ってまた別の地方の話だと思うんですけど、夕暮れ時っていうのは大曲時って言って、昼と夜の境目で一番幽霊の目撃例とかも多い時間帯らしいんですよ。
でその時間帯に、まあ、UFO とか目撃されたり、いろいろなそういう超常現象が起こることが多いとされてるんですけど、その時間帯に、各駅停車、あのね、ゆっくり動く乗り物に、割と そんなにスピードが出ない乗り物に乗っていると異世界に行きやすいっていう話があるんですね、どうやら。だから、あの郵便配達員の人とかもう、あのバイクでちょっと低速で移動してね、まあ、牛乳配達員でもいいかもしれないですけど、そういう時に異世界に行っちゃったっていう人が実際にいて、これ僕はあの日本テレビのニノさんっていうね、嵐の二宮くんの番組見た時に実際の二宮さんが指摘してくれたことで、なんですけど、そういうね、自転車とかね、そういう緩いスピードが出る乗り物に乗っていると異世界に行きやすいと言われています。であとね、千葉っていうのは結構やっぱりいろんなね、いわくがありまして、僕が高校時代を過ごしていた東金市ってところも結構変な噂がね、いっぱいあるんですよ。3年に1回ぐらい殺人事件起こったり、あのトンネルで有名になったおじゃが池とかね、あったり、あとそのおじゃが池の近くにまた有名な勝魚っていうね、心霊スポットがあったり、あのなんつうの、生きのいい魚って書いて、活動の活に魚って書いて活魚って言うんですけど、活魚って検索したら多分一発目にその心霊スポットが出てくるんじゃないですかね。で僕が中学高校を過ごしたこの東金市っていうところはね、結構いわく好きで、またこれ別に放送していいかもしれないですけど、僕が住んでいた地域の近くに平野正門生誕の地っていうところがあるんですよ。で結構ガチでね、あのやばいスポットでね、東金はあのまだ有名じゃないですけど、知ってほしいスポットですね。でごめんなさい、話それましたけど、夕暮れ時にちょっと遅めの各駅停車に乗って千葉方面に乗ると、結構条件揃ってるんですよね、これ。でうまくいくと異世界に行ってしまうという、話があります。これは誰でも試せるので、あの千葉方面に住んでる方とかね、東京来て帰る時とかぜひちょっと試してみてもらいたいなと思います。はい。でそれともう一つは、日本ではないんですけど、フランス、パリのベルサイユ宮殿がってとこありますね、有名な。ベルサイユ宮殿の庭に、異世界に行ってしまう、またはタイムスリップしてしまうスポットがあるって言われてますね。これはな、フランスのオカルト界では結構有名らしくて、実際ベルサイユ宮殿の庭に行ったある男性が、ベルサイユ宮殿のちょっとね、林になっている、緑が生い茂っている場所があって、そこにちょっと行ってみたら、自分の周りで異変が起きたと。自分の周りの景色が、なんて言ったらいいんですかね、その表現が難しいんですけど、なんかそこにある景色は変わらないんだけど、何か現実感がない、解像度が落ちたようなコンピューターの画像というか、絵画みたいになっていくっていうふうにその人は表現してるんですね。でその状態になって、ちょっと頭がクラクラした後、世界が普通の解像度に戻ると。でそれでその林から出て、何だったんだろうと思って元の場所に戻ろうとすると、周りの人の服装がやけにもう古い、何百年も前の人の服装をしている人が周りにたくさんいると。これなんかコスプレパーティーでも始まったんじゃねえかみたいに思ったらしいんですけど、そのままですね、ベルサイユ宮殿に入ってみたら、みんな物珍しそうに自分の、まあ、洋服を見てるんですね、服装を。なんだあの人はみたいな感じで、うん、でその中で一人すごく、気さくに話しかけてくれるピンクのドレスを着た女性に、出会いまして、その人と楽しくおしゃべりをして、でその人が、あ、もう私行かなくちゃいけないわって言って別れて、でこれその人もオカルトがやっぱり好きだったんで、ちょっとピンときて、これどうやら俺タイムスリップしちまったんじゃねえかっていうふうにちょっと勘ぐったらしいんですよ、そこで。で元の世界に戻れなくなったらもうそれこそ大変だっていうふうになって、なんかオカルトの知識をその人はフル稼働して、こうとりあえず元の林に戻ってみようって言って戻ったらしいんですね。でもしばらく経っても何も起こらないから、いよいよ焦り始めたんですけども、
もうちょっと待ってみたら、やっぱりさっきと同じように、周りの景色の解像度が変わっていて絵画のようになったと。でそれが元に戻って外に出てみたら、周りの人の服装が現代の服装に戻ってたと。でベルサイユ宮殿のその庭からタイムスリップした人として、これは結構オカルト界でニュースになって割と騒がれた事件なんですよね。でその人が元の世界に戻れてすごくホッとして、でまたベルサイユ宮殿に入ってみて、ピンクのドレスを着た人が本当にすごくいい人だった、で、あの人にもう一回会いたいなと思ってベルサイユ宮殿を散策していたら、自分が話したピンクのドレスを着た人がと、全く同じ格好ですごくよく似ている人の絵画を見つけたんですね。でその絵画はめちゃめちゃでかいサイズの絵画で、これは誰なんだっていうふうにその絵画のタイトルを見てみたら、マリー・アントワネットって書いてあったんですよ。でどうやらその人はタイムスリップをしてマリー・アントワネットに会ったんじゃないかと。で現実の今の現代社会でマリー・アントワネットに会った唯一の人として、ちょっとオカルト界で騒がれた事件っていうのが実際にありました。ここは日本なのでベルサイユ宮殿まで行くのってなかなか難しいんですけど、僕実は小学校の時にベルサイユ宮殿行ったことがあって、とあることで。その時にこの話聞いてたら、もうその林行ってもうタイムスリップするまで何時間でも待つつもりって全然いたと思うんですけど、今後ねもしフランスに行く機会があったら絶対試してみたいなとこれは思ってますね。はい。でそれとですね、まだ細かいいろいろ異次元に行く話があるんですけど、他の方法としてはですね、シンプルに幽体離脱していく方法っていうのがあります。これネットでも紹介されてるんですけど、やり方を紹介すると、真夜中の2時くらいにまぶたを開けるか開けないかくらいにしておいて、頭の中で自分が起き上がった姿を想像すると。で実際には横になった姿勢のままこれをやるそうです。でこれを3回繰り返した後1回眠ります。そして再び目を覚ましてお腹のへそあたりに意識を集中させ、勢いよく起き上がると。ただそれも実際には横になった姿勢のまま起き上がるふりをする、イメージするっていうことらしいですね。でこうすると幽体離脱がめでたく体験できると。で幽体離脱に関してよく言われているのが、魂だけの存在になると時間の概念というのがなくなってタイムスリップをすごくしやすくなる。で、物理的概念もなくなるので自分が思った場所に一瞬で行ける。それこそベルサイユ宮殿まで魂の状態だったら一瞬で行けるということが実際に起こるらしいです。でこれはですね、幽体離脱のスペシャリストと僕は呼んでるんですけど、木内鶴彦さんという人がいます。木内鶴彦さん、この人っていうのはもう幽体離脱をめちゃめちゃやっていて、で幽体離脱何回目かの幽体離脱の時に地球の過去に戻ったり地球の未来に行ったりして、いろんな世界とかね、そういうのを見てきたって、いろんな時代世界を見てきたっていうかなりハードコアな人がいますんで、これ YouTube とかまだ消されてなければ動画とか上がってるから、これはちょっとぜひ見てもらいたいですね、木内鶴彦さん。で幽体離脱をすることによって自分が今生きている次元と別のパラレルワールドに行けるとも言われているので、これが一番もしかしたらいい方法かもしれないですね。で僕が前にですね、北海道の旭川にライブしに行った時にとある人物に出会いまして、その人は幽体離脱に行って火星の手前まで行ったっていう人がいますので、その話もまた別の放送でしようかなと思います。で僕の相棒のペイ君はね、ちなみに1回幽体離脱の経験があって、でごめんなさいちょっとこれ下ネタになるんですけど、彼はその当時の彼女とエッチをしていて正常位でエッチをしたらしいんですよ。でかなりその時のエッチが気持ちよくてですね、オーガズムに達した後、相当満足してかなり満足度が高かったらしくて、そのまま魂抜けちゃったらしいっすね、あいつ。で魂抜けたまま上昇していって大気圏のとこまで行ったっつったかな、あいつは確か。でそのまま怖くなって戻りたいと思ったらそのままシューって感じで一気に自分の体に戻ったみたいな
経験をね彼はしてるんですよ。あのトークライブでは結構彼は聞き役に徹してくれてるんですけど、全然僕より彼の方がねそういう経験を実はしてたりするんですよね。あのどこやっけな、あのヒマラヤかなんか行った時にドッペルゲンガー、自分のドッペルゲンガーに会ったとか、割とハードコアな体験を彼はしてるので、そういう話もね今度していいかもしれないですね。これ話してるとやっぱいろいろなんか出てきますねネタが、これちょっと面白いかもしれないですね。なんか仕事の合間に息抜きでやったらいいかもしれない。はい、ごめんなさい、話を戻しまして、でこれちょっとね俺怖くてやってないんですけど、やってみてもらいたいのがあって、これは異次元とちょっと違うかもしれないですけど、鬼門を開ける方法っていうのがあるんですね。これも結構ネットでね割と広まってるんで有名かもしれないですけど、鬼の門って書いてね、鬼門、絶対開けてはいけない、そこからね魔物が入ってくると昔から伝えられている門ですけども、大体ですね北東の方角にあるとされています。で東京でいうと北東だから浅草の方とかかな、スカイツリーとかあるあたりですよね、下町の方で。スカイツリーを建てちゃったから東京の結界が崩れたみたいな都市伝説も別にあるんですけど、とにかく鬼門を開ける方法、今からこれお伝えします。これね本当に人生が嫌になったらこれ試してくださいっていうさ、正し書きがついてるんで、そう人生が本当に嫌になったら自己責任でこれを試してもらいたいんですが、まずですね秋葉原から日比谷線に乗ります。で茅場町駅で降りてホームを八丁堀の方面に歩いていくと、鉄格子の下に森章が置かれていると、それを足で蹴散らしてくださいというバチ当たりな方法からこれね始まるんですね。でその次にそのまま東西線に次は乗り換えます。で高田の馬場で降りてホームを西武新宿線乗り換え方面に歩いていくと、鉄格子の下にやっぱり章が置かれていると、それを足でまた蹴散らすとダメですね、バチ当たりですねこれ。でそのままもう一度東西線で茅場町駅で降りて改札をくぐって4A 出口の階段の下に米を10粒垂らしてください。米を10粒で。そのまま日比谷線の茅場町駅に乗って築地駅で降りてホームを築地本願寺方面に歩いていくと、鉄格子の下にやっぱり塩が置かれているのでそれを蹴散らしてくださいと、橋で。これで蹴散らすの3回目ですね。でそのまま日比谷線に乗って目を閉じてあなたが一番今したいということを考えながら手を組んでそのまま乗っていってくださいと。そうすると鬼門が開いて、東京が大変なことになってしまうんじゃないかと。でこれをやると鬼門が開くんじゃなくて実際にそのまま電車に乗ったまま異次元に行っちゃうっていう説もあります。これどっちが本当か分かんないですけど、でも鬼門開いたらね東京に住んでる人たち大変なことになっちゃうから、あんまやんないでもらいたいですねこれ。ただ僕の後輩が一回これ試しやがりましてやったんですけど、その時にはまず1番目のセクションの、秋葉原から日比谷線に乗って茅場町駅で降りてホームを八丁堀方面に行くと鉄格子の下に塩が置かれてるっていうところで、もう塩が置かれてなかったらしいですね。でこれ昔は置かれてたって人もいるんですよ、見たことあるっていう人がいて、だからこの話が広まって取り除かれてしまったのか、その辺はちょっと定かではないですけど、でも都内のねいろんなとこ歩いてよく見てみると森章が置いてあるとこって割とあったりするんですよね。それはやっぱり魔除けでやっていたりとか、とある芸能人が昔住んでいた家にその人はもう4階か5階建てぐらい の本当にビルを自分で作って、そこにスタッフとか全員住まわせて生活をしていたんですけど、そこがもう思いっきり霊道だったらしいんですよ、霊の通り道だから。森塩をそこに家の玄関に置いても1日で溶けてしまうぐらいパワーが強いらしくてっていう業界でちょっと有名な話がねあります。これもちょっと別の時に話したらいいかもしれないですね。でこれはちょっと画像の話なんでここでは詳しく
話しても分からないと思うんですけども、タットワの技法という方法があります。タットワってカタカナでね、タジェセトのタ、タジェセトのツ、小さいツ、タジェセトのト、和音の和って書いてタットワの技法で調べてみるとすぐ出てくると思うんですが、これは単純な図形の組み合わせの、画像なんですけども、それを眺めると図形がスクリーンに変化して、スクリーンの向こうに別世界が展開するということがあるらしいです。これは実際に異次元に行くっていうよりかは、異次元をまあ垣間見たいというか見てみたいっていう方法かもしれないですけど、僕はやったことないですけど、興味あったらやってみたらいいんじゃないですかね。うん、結構もう話してますね。20分ぐらい経ってますね、これ。あっという間に。これ5分か10分で終わらせるつもりだったんですけど、結構かかっちゃいましたね、やっぱり話すとね。というわけで、いろいろ他にも方法はあると思うんですが、とりあえず今日はこのぐらいにしていこうと思います。またね、何かありました、まあネタは無限にあるんですけど、まあ、ちょっと少しずつ仕事の合間に、こうやって話していって、いろいろアップしていこうと思いますので、作業のお供とかね、通勤のお供とか、あと寝る時のね BGM とかね、活用していただければと思います。あとリクエストあったらガンガン受け付けて話しますんで、ネタがいっぱいあるとね、結構チョイスするのに割と大変なんですよね。今回初めてやってみて何から話すのかって結構悩んじゃったんで、リクエストあると逆に結構こちらとしても助かります。はい。で、12月20日の都市伝説フェスですね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。というわけで、くだらりくでした。どうもありがとうございました。